橋爪久子は株式会社ライフビジネスウェザー所属の気象予報士。内閣府、災害被害を経験する国民運動サポーター。東京都出身。上智大学文学部卒業後、東京メトロポリタンテレビジョンを経て1996年に株式会社コミュニティテレビ小室でローカルニュースのアナウンサーなどを務める。1997年に TBS ラジオの 1954情報キャスターに採用され、2001年にかけて交通情報を担当。この間、1999年3月に気象予報士資格を取得し、同年ウェザーマップに入社、ウェザーキャスターとして TBS の関東地方明日のお天気、JNN ニュースバードにレギュラー出演する。2003年には株式会社ウェザーラインに移籍、 2004年4月より NHK で NHK ニュースおはよう日本4時代の全国版気象情報6時37分頃の全国版気象情報7時代の関東ローカル気象情報等に出演特技はミュージカルジャズダンス1日100回の腹筋運動をこなすという2008年3月28日の放送をもっておはよう日本を降板 4月1日より JR 中央線、京浜東北線の社内番組、トレインチャンネルで1分間の番組、トレインクリニックを1年間担当した。ありがとうございます。